本日はこれからこのベッドキットを使った初めての車中泊行ってこようと思います。ベッドキットの下に荷物が入っているので空間が2段になっていて収納力も上がったしご飯も食べやすそうですよね。でパンちゃんはさすがにちょっと暑いので今日はお留守番でございます。まだ余裕があるので収納ボックスをもう少し工夫するともっと荷物入りそうですよね。じゃあ行きましょうか。それでは新型ステップワゴンベッドキットを使った初めての車中泊旅行ってみたいと思います。で近所で車中泊するだけだとちょっと面白くないので今回は豊頃町まで行って豊頃町のキャンプ場で車中泊したいと思います。でせっかくなので北海道一周の時にちょっと景色がいまいちだった襟裳岬にも寄って、まあ、通り道なので寄っていきましょうか。今回はあくまでベッドキットのテストということで景色とかグルメはほどほどにという感じですね。それではまずは襟裳岬に向かっていきましょう。だいたい新千歳空港あたりから180キロぐらいなので途中高速乗るので3時間ぐらいでしょうかね。3時間ぐらいで到着すると思います。ここを右折すると襟裳岬ですね。まもなく右方向です。そういえばこの新しいナビ装着してから初めての車中泊なんですが右方向です。やっぱナビがあるといいですねナビがあると本当楽だと思います。スマホじゃやっぱちっちゃいからね。襟裳岬そろそろ到着でございます。思ったよりも天候はいいかもしれないね。見えてまいりました。襟裳岬の駐車場でございます。天気そんな悪くないですよね。車を止めて襟裳岬の先端まで行きましょうか。22度だけどちょうどいいね。天気もいいし過ごしやすい気温でございます。しかも今日は珍しく無風ですね。全く風がありません。これだけ涼しければパンちゃんも来られたかもしれないね。さあ前回のリベンジ襟裳岬ですが、おこの前来た時よりは気持ちよく見えますね。今日は前回よりも天気が良くなって良かったですね。気持ちいいです。僕なんでわざわざベッドキットのテストでここまで来たかというと涼しいからですよね太平洋側って、まあ、特に道東まで行くとかなり涼しいので夏でも車中泊しやすい場所になります。今ここ襟裳岬でこの辺りはやっぱすごい涼しいんですよね。天気は夏曇りがちなんですが涼しいので今日はここまで車中泊しに来ております。思ったよりも天気も良く気温もそんなに高くないのでこの後快適な車中泊できるんじゃないでしょうか。この後なんですがあっち側に行くんですよね。豊頃町を目指しているのでこの後海岸線沿いをずっとあっちに向かって走っていきます。天気も悪くなさそうですね。あっちの方晴れてるのでこの後は気持ちいいドライブができるような気がいたします。じゃあ行きましょうか。でここまで走ってきて一つ分かったことがあってベッドキットに絨毯
敷いてきているんですが、滑っちゃいますね。そんなにすごい急ブレーキかけたわけではないんですが、ちょっと滑りやすい素材ということもあって、絨毯敷くなら滑り止めが必要かもね。じゃないと上の荷物ごと落ちてきちゃうと思います。まあこれは絨毯敷かないか滑り止めつけるか何か対策考えたいですね。それでは行きましょう。次はここから40キロぐらいの広尾町のスーパーでご飯を買って、でそこから30分ぐらいの豊頃町のキャンプ場に向かいたいなと思います。まあ、いよいよここからが本番ですよね。じゃあ海沿いを走って広尾町に向かいましょうか。そろそろ到着でございますね。次を右かな。お、右に見えてるのが長武志向ですね。で、この先にあるのが多分太平洋ですね。方向です。すごいね、思いっきり海の隣ですね。キャンプ場をご利用の皆様へ。じゃあこの端っこに止めましょうか。外気温は24度で燃費すごいですね。307キロ走って18.5になってます。それでは受付していきたいと思います。受付はあっちですかね。24度ですが、そこそこ風もあるので涼しいと思います。で、こっちが長武志湖でございますね。長武志湖、豊頃町。結構大きな湖でございます。で、この裏がすぐ太平洋なので波の音も聞こえますね。で、バンガローが何個かあって、これはお金かかるんですよね。書いてるね。バンガローが日帰り1000円、宿泊2000円、ドームハウスは奥にあるやつね、日帰り2500円、宿泊5000円と書いてます。テント立てるのは無料ですね。管理人さんはここにいるのかな。今管理人さんのところに行ってきたんですが、車で寝るなら特に書かなくていいよって言われて、特に住所も名前も書かずに車中泊できるようです。裏は遊泳禁止ですが海でございます。天気もよく車中泊日和ではないでしょうか。じゃあお腹が空いたので早速車中泊の準備してご飯にいたしましょうか。ちなみに管理人さんがいるのはここで、トイレはこっちですね。駐車場はあの奥となっています。今回はリアのスライドドアに防虫ネットを張っただけですが、風がすごく通るので気持ちいいですね。これだけで今日は行けそうな気がします。それでは今回のメイン、ベッドキットの使い勝手、実際に試していきたいと思います。ちなみにベッドキットの下の収納スペースへのアクセスなんですが、一応ここからできるんですよね。セカンドシートを前に出すと下の収納スペースにアクセスは可能です。ただ足の間隔がちょっと短いので出し入れはしにくいかなっていう気はしました。
マットレスとかは後ろからじゃないと出ないかもしれないね。よし、準備が整いました。テーブルはこれベゼルで使ってたのを結局持ってきてます。フリードのテーブルだと横幅が広いんですよね。でこのベッドキットそんなに長さはないので、幅の広いテーブルを置いちゃうとほぼこう左右にスペースがなくて窮屈な感じがしたのでこれにしています。いやー、断然車中泊しやすいですね。天井も余裕ありますし、何よりも下がフラットなのでとても楽です。一気に快適になりましたね。じゃあ早速ご飯にしましょうか。で今回の目玉がこれです。中札内田舎鶏桃唐揚げ。ちょっと価格は高いんですが、中札内の唐揚げがスーパーで売ってたので買ってまいりました。で鶏が美味しいのかなと思って柔らかチキン南蛮も買っています。でもう一個、トカチバレ、トカチ産牛肉カレーを買っています。これしかもそんなに高くなかったんですよね。なんか3、400円ぐらいで美味しそうなレトルトカレーがあったので買ってます。セカンドシートをちょっと前に出すとこの床下のスペースが使えるので、まあ、ここに物を置くこともできますね。でよいしょちょっと引っかかってるけど、最近使ってる、あ、ご飯あった。調理器具入れもここから出し入れが可能でございます。なかなか美味しそうでございます。ちょっとまだカメラとか道具の位置の調整が必要そうではありますが、北海道一周車中泊した時よりもかなり食事はしやすいですね。当然荷物もこのベッドキットの下に、特にマットレスなんかはベッドキットの下に入っているのでスペース取らないんですよね。前はこのスミッチャとかに置いてたんですが、それがなくなってかなりスッキリしたっていうのもすごくいいところだなと思います。背の高い車なので上下2段で区切ることで、まあ、下に荷物を入れて上に真っ平らの空間を作って食事ができるというのは相当かなり快適ですね。全然快適になりました。あとは寝るときですよね。寝るときどうなるかというのもちょっと気になります。さあ、それではもう温まったので食べましょう。よいしょ。あ、唐揚げも温めようかな。ザンギを温めている間にチキン南蛮いただきましょうか。じゃん、美味しそうだね。それではいただきます。うん、うまい。確かにこの肉すごい柔らかいですね。柔らかい、チキンが柔らかいチキン南蛮の名前に嘘偽りはありませんでした。味は普通味は普通ですけどね、チキンは本当に柔らかいです。さあ、続いて田舎鶏の唐揚げでございます。中札内の鶏肉本当美味しいんですよね。じゃあいただきましょうか。お、美味しい。肉も柔らかいし、味付けもまあ塩味かな、なんですが美味しい。今動画編集してたんですが、動画編集もやりやすいですね。何もベッドキットがない状態よりもこっちの方がかなり快適に作業できます。
もともとこの豊頃町ってそんなに暑い地域ではないんですよね。で、このキャンプ場は海と湖の間にあるということもあってか、風が吹くとすごい気持ちいいですね。で、ベッドキットもあるということで、結構フリードプラスに近いような状態で過ごすことができています。じゃあこの後はコーヒー飲みながら少し動画の編集をして、暗くなったら寝たいと思います。ここ東側の海岸なので、朝天気が良ければ海から昇る日の出を見られるかもしれませんが、海に沈む夕日は見ることができませんね。なので暗くなったら布団を敷いて寝る準備したいと思います。それまでこのベッドキットの上で過ごしましょう。そろそろ日が落ちますね。太陽は雲に隠れてしまっていますが、うっすらと見えます。蝶淵湖も少し赤く染まってますね。見ての通り今日ネットが結構沈むぐらい風が強いので、車内に冷たい空気が入ってきて本当快適でございます。じゃあもう日も落ちるので、暗くなったら寝ましょうか。さあそろそろ寝る準備いたしましょうか。このセカンドシートを倒してベッドにしていきます。ひとまずセカンドシートを倒しました。で、一つはヘッドレストをつけたままにして、でもう一つは取ってぴったりくっつけていますが、まあこれで寝てみましょうか。ヘッドレスト取らなくても問題ないのであれば取んない方が楽ですからね。じゃあ布団敷いていきましょう。でもやっぱりこの凸凹は気になると思うんだよね。結局こっちはヘッドレストを取って、でここの凸凹が気になるのでクッション入れて、でここの段差もこのクッションで多少カバーできるかなと思うので置いてみることにします。こっちは何も置かず、ヘッドレストもそのままで、もう素のままの状態でマットレスを引いてみましょうか。よいしょ。おお、これはフリードプラスと同じとは言いませんが、もう今までに比べて圧倒的に寝やすいと思う。快適に寝るポイントとしては、このベッドキットの平らなところにお尻まで、頭からお尻までを乗っけて、でそこから下をセカンドシートの上に乗っけると、もうかなり快適ですね。多分今日はぐっすり寝れるんじゃないかなと思います。いや、今までステップワゴンで寝てきた中で間違いなく一番快適に眠ることができそうですね。それではおやすみなさい。よいしょ。おはようございます。朝になりました。ちょっと雲がかかってて朝日は見えないかもね。いやー、寒かった。実際に寝てみた寝心地なんですがめっちゃ寝やすかったね。フリードプラスと同じぐらい、もうほとんど変わんないですね。後ろを、一番後ろをフラットにするだけでこんなに違うんだなっていうのが今回改めて感じた点でございます。昨日も寝る前言ったと思いますが、このベッドキット80センチなんですよね。こう長さが横幅120の長さ80ぐらいなんですけど、その80センチに
頭からこう腰のお尻の上のあたりまでを入れることで、すんごい寝やすい、すんごい寝やすいです。よく言えばベッドキットあと20センチぐらいあると、まあさらに理想的かなっていう感じはしますが、まあ、本当この上半身の部分が平らなだけで全然違うなというふうに感じました。これパンちゃんも今度から一緒に寝れますね。というわけで今回本当ぐっすり寝ることができたので、あの北海道一周でも欲しかったねこれね。さあそろそろ太陽が昇る時間なんですが、やっぱり雲が結構厚くて今日は朝日見えないですね。昨日あれだけ晴れてたのにちょっと残念です。それじゃあお腹も空いたので車に戻りましょうか。ご飯食べましょう。さあ本日の朝ごはんなんですが、昨日買ったこのレトルトカレー、トカチバレー、トカチ産牛肉カレーを使ったビーフカレーを食べたいなと思います。原材料の一番先頭にあるのがトカチ産の牛肉ですね。よし、レトルトカレーはこのレトルト亭で温めます。ほんとこれあるとレトルトカレーが食べやすいですよね。これだともうスポッと入れてこれ回すだけでいいのでめちゃくちゃ楽でございます。このベッドキット、まあ、横幅80、横幅というかね、全長80しかないので、すごくスペースに余裕があるというわけじゃないんですよね。なので、まあ、この床下、このあたりのスペースもうまく使いながら、調理していくという感じになるかと思います。テーブルを大きくすればするほど、やっぱりこの上の、ベッドキットの上の空間圧迫しちゃうので、まあ、今でも結構もうギリギリですからね。まあなので下のスペースも使いながらという感じがいいのかなと思います。そもそもこのステップワゴンがまだ納車されて1ヶ月ぐらいということもあって、もっともっと車中泊は快適になると思います。でもこのベッドキットにたどり着くまで、あのシートを埋めるためのマットを買ったり、デコボコのシートの上でも快適に寝られるようにマットレスいろんな種類買ったりして、すんごいお金かかったんですよね多分その寝具とかマット代だけで10万ぐらい使ったと思う。あとテーブルね、使いやすいテーブルはないかなと思ってテーブルも4個か5個買って、埋めるマットも4個買って、寝るためのマットレスも4個かな、3つか4個か買って、いやー金銭的な負担が大きかったね、ここに来るまで。まあ、新型ノアでは、いきなりベッドキット買いたいなと思ってます。この唐揚げ、ほんといい匂いしますね。揚げ油が違うのかな。トカチ牛のカレーを入れましょう。おお、美味しそう。危ない。さあ完成でございます。すごい牛肉が大きい。美味しそうだね。じゃあまずは普通に一口いただきましょう。あ、カレー自体はまあ、やっぱちょっとレトルトっぽさはありますね。で、かなり甘めのカレーになってます。じゃあ次牛肉いきましょうか。
牛肉めちゃくちゃ美味しいね。このカレーのルーがもうちょっとレトルト感がなければよかったね。あ、でも美味しい、美味しいです。じゃあこの後コーヒー飲みながら次の予定立てましょうか。といっても基本も帰るだけなんですが、帰るルートをどうしようか考えようと思っています。今この長武志向にいるんですよね。来るときは海沿い通ってきたので、帰りは内陸を通って帰ろうと思います。で、今8月7月の後半ですよね。なのでもしかすると南富良野の、あ、ここかな、ここにある細長い湖、まあ、これ金山湖って言うんですが、ここでラベンダー毎年咲いてるんですよね。ファーム富田とかはすごい混雑するので、ちょっとこの金山湖寄ってみようかな。もしかするとラベンダー終わってるかもしれませんが、現在地から北西方向に向かって南富良野の金山湖に寄って、でそこからちょっと南西にある新千歳空港に向かって帰ろうかなと思います。さあ、それでは向かいましょうか。だいたい150キロぐらいなので3時間ぐらい、9時ぐらいに到着するんじゃないでしょうか。ここのキャンプ場僕初めてでしたが、良かったですね。静かで。もう少し走るとカリカチ峠に入るんですが、天候回復してきましたね。青空が見えてまいりました。多分日高山脈抜けて南富良野まで行くともっと天気良くなると思うんですよね。天気予報によると。カリカチ峠に入りましたね。この峠は結構こう緩やかな峠なので、ミニバンとかキャンピングカーとかトラックとかそういう車でもストレスなく走ることができると思います。頂上付近でちょっと一休憩しましょうか。多分ここを抜けると頂上だと思うんですよね。うっすら雲かかってますね。この頂上から先が南富良野でございます。金山湖も南富良野なのでもうすぐですね。標高644メートルの地点から十勝平野を見下ろす感じになっています。スカッとは晴れてませんが、悪くない天気ではないでしょうか。さあ、本日ラストの金山湖に向かいましょう。では参りましょうか。そろそろ金山湖に到着でございます。この左に、まあ、ちょっと見えないかもしれませんが、左にあるのがもう金山湖なんですよね。さあ、到着でございます。ここかな。では車を止めて見に行ってみましょうか。あー、ちょっと遅かったかな。もうちょっと早い7月中旬ぐらいが良かったかもしれないね。あ、でもこっちは綺麗だね。ここのラベンダーはまだ
綺麗な色ですね。で、奥に見えるのが金山湖となっています。今ちょうど草刈りあちこちでやってて音が結構すごいですが、まだギリギリラベンダー見られる時期でございました。7月いっぱいまででしょうね、あと数日という感じかもしれません。あの奥はもう色だいぶ落ちちゃってますもんね。多分ラベンダーが一番綺麗なのは7月中旬ぐらいじゃないかなと思います。でもこの金山湖、ラベンダーがなくてもすごい気持ちいいところで、駐車場もあるので休憩に立ち寄るのもいいんじゃないかなと、そんな気がいたします。というわけで今回は新型ステップワゴンのベッドキットを試す車中泊旅でございました。最後はこの南富良野の金山湖で動画は終了となります。やっぱり新型ステップワゴン、ミニバンで車中泊するのであればベッドキット、今回のような簡易的なタイプでもいいので、あるのとないのとでは車中泊の快適さが全然違います。多分マットとかいろんなのにお金をかけるよりも、今回の簡易的な3列目だけのタイプでもいいので、ベッドキットを買った方がこうかけたお金に対して車中泊の快適性の上がり方が、まあ、一番いい、コスパの高い買い物になるんじゃないかなと思います。ミニバンで車中泊を考えている方はベッドキットおすすめです。というわけで今回の動画はここまでとなります。暑いね。また次回の動画をお楽しみに。